構なんか小宇宙みたいじゃないですか。それがただのアート作品じゃなくて科学的にも重要であるっていう、科学全体に対するイメージとしては芸術作品だと思ってるんですよね。マテリアル工学専攻の町田研究室に所属している小野寺桃子と言います。で、今年度から特任助教として町田研で研究してます。なんかグラフェンっていうなんかそのすごいめちゃめちゃ薄い物質を使って電気を流した電圧測るとか、そういう基礎物理的なことをうちの研究室でやってるんですけど、やってることはデバイスを作るっていうところですね。ここの手前にあるのが顕微鏡で、サンプルの様子見たりとか、例えばこういう感じですね。サンプルは結構大きい装置で測ってるんですけど、測ってるのは結局これなんですよ、ね。はい、作る部分っていうのはどこの部分になるんですか？作るのはこのデバイスっていうか、顕微鏡で見れば分かるんですけど、この積層構造の部分ですね。これが配線で、導線ですね。サンプルつながってるもので、この真ん中にあるのがデバイスで、例えばここからここに電流を流して、でこことここで電圧を測るとか、そういう感じで測りますね。で、作り方はこうテープをこう取って、それでこうくっつく面を表にして、それでこの結晶をテープの上に載せます。そしたらテープ同士をこう貼り合わせて、でこうめくります、そしたら厚さ2分の1になるじゃないですか。それでもう一回こうくっつけて、でこれを10回ぐらいやります。基板の上にこの広がったところをくっつくようにしてこうやって乗せます、なんでこれでまず原子層を作るところからスタートして、これを重ねてこう電極つけたりとか、研究ってこんななんかテープペリペリとかやってると思わないじゃないですか。だからなんか来たばっかりの人にこれ教えると、なんかお前舐めてんのかってなんか言われそうな気がするんですけど、でもこのペリペリが一番研究の一番最初ですね。なるほど、はい。工作的っていうかね、自分だけのデバイス作ってるっていう感じがありますよね。なるほど。色合いがなんかこうビビッドな感じとか、ね、なんか結構良くないですか？めっちゃ綺麗です。これだと何にもない基板にペッて落としてるんで、周り何もないんですよね。これだと周りにいろいろ余計なもの落ちてるんで、それ避けるようにして書かなきゃいけないんで、それでこうやってグニャグニャしてるんですよね。心臓みたいな感じ、わかんないけど、確かになんか心臓の抽象画みたいな感じです。父親の父が文化勲章だっけ、なんかそういう感じのなんかすごい賞をもらったようなすごい画家さんで、なんか一番私のモチベーションの中では、取れたデータがその物理的にどういう面白い意味があるかっていうところじゃなくて、なんかデータを並べてみた時に、なんかこれすごい綺麗なデータだなとか、それでそれがただのアート作品じゃなくて、それがちゃんとなんか本質的に物理的な面白い意味を持ってて、科学的にも重要であるっていう、そういうなんか両面で意味があるっていうところは非常に面白いですよね。小学校の時は学校嫌いで、授業もつまんないし、なんか早く家に帰ってゲームしたいなってずっと考えてるみたいな感じで、ポイポイ買ってもらえるわけでもないんで、徹底的にやってましたね。ここが自動スタンプ装置ですね。なるほど。で、結構なんかこういうのってなんかメカ系が好きな人は好きな感じだと思うんですけど、こういうコントロールパネルがあって、コントローラーだ。あ、はい、これでなんか動かしたりするんですけど、これでやってるとなんか楽しいですね。考えようによっては、なんか研究してるとか地味な作業してるとかつまんないって思えばはそうなんですけど、なんかゲームみたいで楽しいじゃんとかって思えば、それはすごく楽しいですよね。もう本当に趣味の延長みたいなことを職業にして、それでなんか生活がしていけるっていうのは、なんかとても恵まれているっていうか、本当にすごいことだと思うんですよね。東大に来たら楽しいよっていうのは、やっぱりなんか人材がいっぱいいるんで、難しいこと分かんなくても、なんかすごいいい環境に行けば花開くっていうことはあると思うんですよね。自分独自のものを作りたいっていう気持ちはありますかね、研究している中で。
で私は絶対にそう塗り絵じゃなくて絶対お絵描きする方が好きなんで、何もこう決まってないところからなんか自分のオリジナリティあるものを作るっていう、そういうところはすごく好きですね。科学全体に対するイメージとして私はこう芸術作品だと思ってるんですよね。まあ、有名な画家さんとかもその絵に自分の名前書いたりしますけど、それと同じようなものが論文で、なんか本質的なものを追い求めるみたいな、そういうところって科学者も画家も同じだと思うんですよね。そういう意味では芸術活動をしているっていうのと非常に似てると思いますね。